どうも、音楽プロデューサーの酒井です。この度ですね、もののふのねオフィシャル YouTube チャンネル内に WhatsApp という、僕がねいろいろ音楽に、ね、ついて情報発信を、ね、していく、コーナーを立ち上げてみました。で、今日はまあ記念すべき第1回目なんですけれども、最近ですね SKY-HI が主催で、行っていたオーディション THE FIRST というのがあったんですけども、これがね、まあ、かなりね、話題ね沸騰しておりまして、で、ここのですね、オーディションを勝ち抜いてですね、メジャーデビューを、果たしたですね、7人組のボーイズグループ、BE:FIRST というグループが、います。で、この BE:FIRST のですね、メジャーデビューシングル、Gifted を、僕がプロデュースさせていただいたんですが、今日はですね、この Gifted についてですね、深く掘り下げていこうと思います。はい、ではまずですね、まあ、この Gifted っていうね曲をね、作るに至った、まあ、経緯っていうところをねちょっと軽くお話をしていこうと思うんですが、まあ、先ほどもねちょっとお話をしましたが、 SKY-HI がですね主催をしていた THE FIRST というオーディションがあったんですが、このね THE FIRST のですね、テーマ曲である To The FIRST をですね、僕がプロデュースさせていただいて SKY-HI と一緒に、曲を作りました。で、まあ、だんだんとねオーディションが進んでいくにつれて、まあ、候補者もどんどん絞られてきて行く中でですね、SKY-HI からですね、また連絡がありまして、ボーイズグループのデビュー曲をですね、また一緒に作ってくれないだろうかというところで、オファーがあったんですね。で、まあもちろん僕もそれは喜んでということでね、もちろん引き受けたんですが、まあ、To The FIRST に関してはね、僕と SKY-HI の2人で作ったんですけども、今回のですね、ボーイズグループのデビュー曲を作るにあたって、まあクリエイティブファーストっていうね、The FIRST で掲げられてたですね、オーディションのテーマっていうところも含めですね、ここからですね新時代の才能たちがですね、いよいよデビューをしていくっていうところにあたってですね、まあ日本ももちろんですけども、これからアジアだったりですね、欧米だったりこう世界をねやっぱり視野に入れた曲っていうのが、必要な、グループだなという話を、まあ SKY-HI と、まあ、していたので、まあちょっとですねそのメロディーセンス的にもですね、洋楽のというか海外のね、風が入るようなね、メロディーメーカーがいいなとは思ってたので、まあ、うちの僕のですね、もののふっていうレーベルからですね、来年デビューする予定の、カーロ・リドルっていうね、アーティストがいるんですけども、彼にですね、彼はめちゃくちゃその洋楽的なセンスっていうのを持ち合わせてる、まあ、アーティストなので、彼に、作曲に一緒に入ってもらってですね、僕とSKY-HIとカーロのね、3人でGifted を作ることになりました。はい。で、まあ、その、ギフテッドなんですけども、やはりですね、皆さんね、最初に聞かれた時は、まあ、ある程度ね、衝撃を受けられただろうなと思うんですが、僕もSKY-HIもですね、このメジャーデビュー曲にかける、まあ、思いというか、願いというか、この一曲でですね、BE:FIRST っていうグループは、こういう姿勢で音楽をやっていくんだっていうね、強い、こう、確固たる姿勢、アティチュードをね、出すべきだと、ね、いうところはもう、すごい、一致してたんですね。なので、まあ、いわゆる通常ですね、ボーイズグループのデビュー曲といえばですね、まあ、明るかったりとかですね、乗りやすかったりだとか、まあ、メロディーがすぐ口ずさめたりとかね、そういう曲っていうのをね、まあ、イメージしがちだとは思うんですが、こっからですね、新時代を切り開いていく、新しいグループが、まあ、日本のみならずですね、アジア各国、欧米含め全世界にこう、BE:FIRST ここにありというのをね、提示する、そういったね、攻めの姿勢の曲っていうのがね、必ず、やるべきだっていうところは、もうずっと思っていたので、まあ、何も言わずですね、まあ、SKY-HIのやりたいことも僕は分かりましたし、彼からですね、そのデビューにあたっての、まあ媚びない曲だったり、登場感のある曲とかね、そういうキーワードっていうのはもう、彼から聞く前からですね、もうもう見えていたというか分かってたというぐらい、僕も同じようなことを思っていたので、もう即ですね、そのギフテッドのね、曲調で行くっていうところは、僕もSKY-HIもね、すぐにこう、納得というか、理解して、曲作りにね、走っていきました。
はい、それでですね、まあ、実際に、ね、どうやって、ね、曲を作っていったのかっていうあたりに、ね、ついてちょっとお話をしていこうかと思います。で、まあ、皆さんですね、作曲っていうとですね、まあ、いろんな、ね、作り方のイメージがあると思うんですが、僕の場合はですね、基本的にセッションスタイルでですね、曲をいつも作っていきます。で、セッションっていうのは、まあ、何かっていうとですね、まあ、一人で曲を作るのではなくてですね、まあ、実際にこの僕のスタジオにですね、スカイハイとカロに来てもらってですね、3人でこういろいろアイデアをね出しながら、1日でねこう曲を作っていくっていうね、形で作っていきました。で、まあ事前にですね、スカイハイと、まあ、ちょっとそういう、どういった方向性の曲が良いだろうかみたいなところはね、話をしていたので、まあ、その、思っていたイメージのものをですね、まあ、実際にそのセッション当日にですね、まあ、こういろいろ弾いていって、でそこに対してですね、まあ、スカイハイが、あ、それはかっこいいとか、まあ、これいいねっていうところがあればですね、そこをどんどん膨らまして、作っていくみたいな形で、曲作りをやってきました。で、まあ、最近はですね、基本的にやはりですね、バックトラック、オケをね、先に作って、で、そのトラックのですね、バックトラックのイメージからですね、こう、引き出される、導かれるね、情景っていうのを、元に、まあ、歌詞だったりとかですね、まあ、こういう雰囲気の、曲であれば、こういう歌詞が似合うだろうだとか、こういったコード進行で、こういうトラックだったら、こういうメロディーの方がかっこいいだろうとかね、そういう形で先にバックトラックを作って、そっからですね、メロディーだったり、歌詞だったりっていうところにね、派生をしていくようなね、曲作りの仕方で、ギフテッドは作りました。はい、で、ギフテッドなんですけども、まあ、聞いていただいたらね、お分かりのようにかなりですね、音数が少ないです。もう限界まで音数をそぎ落とした状態になっていまして、余韻と間がね、非常に大きなパートを占める楽曲なんですけども、まあ、なぜこうしたかっていうところはですね、まあ、世界的なそのトレンドだったりっていうのが音数を少なくしていってるっていうところは、まあ、もちろんありますけども、この音数をですね、そぎ落とすことによって、歌にですね、やっぱりこうスペースががっつり開くので、そこの歌にですね、焦点は行きやすいんですね。そうするとですね、7人のね、個性的な歌にこうスポッとね、耳が行きやすいというところで、そういう風にしていったんですけども、まあ、彼らやっぱり7人ともすごく個性がある、歌い手であり、ここをですね、存分にね、素材として生かしていくためには、やっぱりね、音数がね、多いトラックだと彼らのね、歌の存在感を消してしまうなっていうところもありまして、限界までね、そぎ落としていってます。で、まあ、そぎ落としてはいってるんですが、まあ、楽曲がね、展開するにつれて、こう高揚感をね、演出するようなね、形で、いろいろなね、音を散りばめて、ラストにぐわっと、盛り上げて終わるっていう形でね、作ってみました。で、まあ、この隙間がね、どうしても空いてると、まあ、通常ですとね、ハイハット、ドラムのね、チチチチチって言ったらね、音を入れていったりとか、何か楽器で刻んでしまったりというのはあるんですけどもね、今回はですね、まあ、余韻、まあ、間が、隙間があるんですけども、で、歌のリバーブだったりとかですね、後ろのね、バックトラックのリバーブや、ちょっと細かいね、刻みだったりというところで、もうグルーブをね、途切らせないようなね、仕掛けっていうのをね、いくつも施してあるので、まあ、隙間があるんだけれども、かっこいいっていうね、そういう感じにね、仕上げてみています。はい、で、まあ、ギフテッドをですね、まあ、イヤホンとかヘッドホンとかね、あとは、まあ、車とかで、大音量で聞いていただくとわかると思うんですが、かなりね、しっかり重低音を入れてあります。で、まあ、そうなんですが、僕のそのね、曲が、特段、低音が多いかって言ったらですね、まあ、世界的な、まあ、世界のヒット曲とかですね、そういうのと比べるとですね、まあ、あれぐらい入れるのが、まあ、普通なんですね。で、まあ、やっぱり僕もいろいろとこう日本の音楽をね、客観的に聞いたりもするんですけども、まあ、その日本の音楽は、まあ、その世界の標準値から比べると、やっぱりね、まだサウンドキャンパスが小さくて、低音とかのね、理解度がやっぱりまだね、足りないなって思ってるところもあったんですね。で、まあ、今回このギフテッドをですね、まあ、多くの方にね、聞いていただいてですね、またその、
サウンドクオリティに関してですね、ツイッターとかインスタでコメント寄せていただいた方の拝見すると、サウンドクオリティに感動したってね言ってくださっている方もねとても多いっていうことにね、僕はとても嬉しかったですし、これからもねどんどんねそういったねいい音っていうものをね作っていこうと思っています。で、その音楽を音楽だけで考えるとちょっと難しくなったりするんですけども、食事で言うとですね、食べ物は美味しいに越したことはありませんし、音楽もですね、音がね、やっぱりね、いいに越したことはないんです。もちろんね、ローファイ、ちょっと汚したね、ローファイ系のね、音楽っていうのはもちろんありますけども、基本的には、やっぱりね、サウンドがちゃんとリッチでですね、音がいいっていうのをね、追求していくっていうことはね、僕らはすごいね、大事だと思ってますんでね、ぜひ皆さんもそのサウンドクオリティのね、高い音楽にね、どんどん触れていただいて、楽しんでいただければなと思います。はい。で、ちょっとですね、またそのサウンド的なところでお話をすると、余韻と間っていう話を先ほどもしたんですけども、ツイッターとかですね、インスタとか、YouTube のコメント欄とかね、いろいろ覗いているとですね、その和の要素をね、感じるって書いてくださっている方結構ね、いたんですが、実は僕結構ですね、この7、8年ずっと、世界を飛び回って、海外の、ね、アーティストたちとこう曲を作ったりとかしてたんですけども、やっぱり海外に、ね、飛び出すとですね、よりですね自分が日本人であるということに、気づかされるというか、もう日本人であることのアイデンティティということについてまでやっぱりねよく考えるようになるんですね。で、この前段でもお話ししましたけども、今世界の、サウンドのトレンドっていうのが、基本的には音数を減らしていってシンプルにっていうのはなってるんですけども、それと同じくしてですね、やっぱりその日本のわびさびみたいなところって、僕は日本的な強さだとは思っていて、そういったところからね、発生していって、音楽はですね、やっぱり引き算の美学っていうのはね、とても僕は大事だと思っていて、それでずっとこの何年もこの 7,8 年ずっと音楽を作ってきてるんですけども、やっぱりそういったところをですね、皆さんがねこう敏感にキャッチしてくださってるっていうのはね、めちゃめちゃ嬉しかったですし、すごくね、驚きでした。なのでその BE:FIRST っていうねグループがこれからこの時代を切り開いて、日本のみならずいろんな国の人にね愛されるっていうためにもですね、やっぱその日本としてのアイデンティティっていうところはね、やっぱり入れたかったので、僕のその長年培ってきたね、そういった引き算の美学っていうところをね、ふんだんにこのギフテッドっていうのが使われている曲なので、そのところもね、加味してね聴いていただけるとね面白いかなと思います。はい、それでですね、曲はね、僕とスカイハイとカロで作ったんですが、実際にねメンバーが、決定してですね、その後、レコーディングに移っていくわけなんですが、このね、僕のスタジオでギフテッドはレコーディングをしました。で、僕はプロデューサーでもあるんですけども、レコーディングもね、自分でエンジニアもできるので、僕はね、全部何人か歌を取っていったんですけども、やっぱりですね、最初にやっぱりね、思ったことっていうのは、そのギフテッドのレコーディング時がですね、7人に初めての時だったんですけども、やっぱりね、7人ともね、それぞれのね個性というのがとても強いなと、あとはですね、さすがにですね、やっぱりこうオーディションを勝ち抜いてきただけあってですね、光るものがね、それぞれに、あるなと思いながら、レコーディングをねしていきました。で、初めてね僕会って、レコーディングしたんですけどもね、とてもねスムーズに、いい歌をねバンバン歌ってくれたんでね、レコーディングもね結構ね早めに終わった、感じでしたね。で、このレコーディングが終わった後にですね、このスタジオで僕が、各ね、いろんな音をまとめて、ミックスっていう作業をしていくんですけど、ミックスはここでしまして、で、ミックスが終わった後ですね、アメリカにですね、マスタリングっていう工程があるんですけども、ダイヤモンドで言ったらファイナルカットをね、していくような、工程が音楽にもあるんですが、そのマスタリングをアメリカでやって、で、そこでできた音で、皆さんに音が届けられているっていうね、そういう形になっております。はい。で、先日ですね、ちょっとね、ツイッターでもつぶやいたんですけども、日本音楽のね、危機感というね、ここら辺についてね、ちょっとお話をしていこうと思います。で、僕はですね、7年前、8年前ぐらいからですね、
すごくね、もともと洋楽が好きだったんで、日本のアーティストもプロデュースをね、いろいろさせてきていただいたんですが、やっぱりその海外のね、アーティストのプロデュースをしてみたいというところで、まあその7、8年前ぐらいから世界に飛び出していってですね、向こうの現場で揉まれてですね、いろいろ見てきたんですけども、まあやっぱりですね、その日本の中にいただけだとわからないね、この音楽クオリティだったりスキルの、低さだったりとか、に気づいたっていうところも大きかったですし、でやっぱりまあそこら辺からですね、僕もですね、まあ使命感ではないんですけども、この日本の音楽をどうしたらまあよりよくできるだろうかということをまあずっとよく考えてたんですね。でまあもちろんそんなには大きなことを自分一人でできるわけではないので、まあまずやっていったのはまず自分のですね、スキルをアップしていって、僕の関わる、例えば曲だったりに関してはですね、そのなるべく世界と戦えるものをどんどん作っていくというところで、まあやっていくしかないかなという形でやっていたんですね。でやっぱりですね、その自分の好きなことを、とことん突き詰められるっていう環境があるに越したことはないと思うんですね。でまあその J-POP が好きであればどんどんそこにもちろん邁進すればいいですし、海外の音楽は好きなんだけども日本にいるからそれができないって思うことっていうのはすごく、もったいないなと思うんですね。でそこで夢を諦めて他の業界にね、人材が流出するっていうのも、結構ねやっぱり多々あるとは思うので、まあ僕がまあ何ができるってわけではないんですけども、いろいろとね世界のアーティストたちとやってきた中で培ったまあそういったサウンドのスキルでもそうですし、まあそうやって海外に行ってどういうふうにやったら向こうのアーティストと音楽を作れるんだとかね、というところのノウハウも含めてですね、まあこれからやっぱりどんどんね若いアーティスト、まあうちのねモノホのレベルのアーティストたちにもそうですし、今回の BE:FIRST のようにですね、楽曲をね、提供するっていう形でもですね、いろいろとねそういう刺激だったりとか、何かしらの道しるべっていうのがね、渡せればいいなと思っています。はい、それでですね、ギフテッドの曲を一緒に作ってくれたカーロからですね、まあ今カーロがですね、マイアミに住んでるんですけども、彼がね、ビデオメッセージを送ってきてくれていますので、ぜひね、こちらご覧ください。Hello everyone, カーロです。ギタリストで作曲家で、もうすぐアーティストとしてデビューします。まず、ギフテッドがリリースされました。本当に嬉しいです。BE:FIRST のみんなのパフォーマンスがマジすごかったと思います。ちょっとここの日本語が難しいから英語で。I'll never forget how during our session, Sky High had the energy to dance around for 8 hours, non-stop. I was like dying. I feel like music should be written in this kind of light-hearted manner. Okay, また日本語に。この曲に参加できたこと、僕のインスピレーションでもあり、メンターでもあり、友達の酒井さんと、楽しい空間作りつつ真剣に音楽に向かい合うスカイハイさんにとても感謝しています。本当にありがとうございます。はい、カーロからの、ね、ビデオメッセージを、ね、ご覧いただきました。でこのカーロなんですけどもね、めちゃめちゃ才能あふれる若者で、まだね20歳なんです。すごく若いんですけども、まあ、ジャズとかフュージョンあたりもですね、取り込んでね、ギターも超絶ですし、 R&B だったりとかね、ヒップホップだったりのですね、いろんなね要素がうまくね混じり込んだアーティストなんですが、まあ彼もですね、僕のねモノノフからですね、レーベルから、来年デビュー予定で、今まあ曲作りも終わってレコーディングも終わってですね、最初のねミックス段階に入っているところなので、またねリリースするときはですね、情報を出してきますので、ね、ぜひね、楽しみにしていてください。はい、ということでですね、今日は BE:FIRST のギフテッドについてね、いろいろお話をさせていただきました。で、この WhatsApp というね、企画なんですが、まあ今後もですね、いろんな、例えばアーティストとの対談だったりとかですね、曲についての解説だったりとかね、いろんなことをね、企画していこうと思いますのでね、ぜひぜひね、チェックしていただけると嬉しいです。それではまた。